ブービエ・デ・アルデンルは、ベルギーのアルデンヌ地方原産の牧牛犬種である。別名は、アルデンヌキャトルドッグ。1600年代から存在していたのではないかとも、言われている犬種である。フランダースの犬のパトラッシュのモデルとして、有名なブービエ・デ・フランドルに、その他のブービエ系犬種やベルジアンシェパードドッグマリノア、ブリアールなどを交配させて作出された。 主に牧牛犬として、牛の管理を行うことが仕事だが、羊を管理する、牧羊犬、馬を管理する、牧馬犬、豚を管理する、牧豚犬としても使われた。また、イノシシや鹿などの大型哺乳類を狩るための猟犬や、家畜を泥棒から守る森畜犬、家や農場の見張りを行う番犬、荷車を引く、荷引き犬などとしても多目的に働いていた。 多彩であるため、かつては作業権として人気が高く、アメリカ合衆国にも輸出が行われた。しかし、二度の世界大戦による戦火を大きく受け、絶滅寸前に追いやられてしまった。その後、フシに公認権主として登録され、愛好家もやや増加したものの、未だその等数はかなり少ない。フシー公認権主の中でも最も絶滅の危険性が、 高い犬種の一つとしても数えられている。大半が実用犬かショードックとして飼育されていて、ペットとして飼われているものは稀である。フランドルに比べると足とマズルが長い犬種で、体は筋肉質で引き締まっている。日本犬に似た形の頭部を持ち、マズルは先細りで尖っている。耳は三角形の先端が尖った立ち耳、尾はふさふさしたタレオだが、 短く弾をすることが多い。足はスラリと長く、走るのも速い。コートは硬いラフコートで、毛色はブラック、ホーン、ブルー、グレー。体高はオス62から68センチメートル、メス59から65センチメートルで、体重はオス35から40キログラム、メス27から35キログラムの大型犬性格は好奇心旺盛で活発。 マナナ酒深いが警戒心が強い。しつけの飲み込みや有効性は普通だが、運動量は非常に多い。かかりやすい病気は股関節形成不全や緑内障などがある。ありがとうございます。